メチレン元の構造式メチレン元とは、有機化学における2価の元の一種。メタンから水素が2個取り除かれた構造にあたる。構造は CH2、またはイコール CH2 の形で表される。前者は結合している原子が2個、後者は1個の場合である。後者の場合は、特にメチリデン元と呼ばれることもある。 塩化メチレンはメチレン元の2価の結合種が2個の塩素とつながった化合物である。メチレン元を導入する反応をメチレン化反応と呼ぶ。ケトンやアルデヒドに対してテッペシ薬を作用させるとカルボニル酸素がメチレン元で置き換わったアルケンを得ることができる。アルケンに対してカルベン種 CH を作用させるとメチレン化した生成物として シクロプロパン誘導体が得られる。同様の変換は、ジオードメタンとアエンを用いる、シモンズ・スミス反応によっても行える。この時は、イスンチにアイという有機アエン中間体が、活性種となる。8日、トリメチルスルホニウム 3SI2 塩基を作用させて、イオイルドに SCH2 を発生させ、そこへ、カルボニル化合物を作用させるとし、イコールを二重結合が、 メチレン加強されたエポキシドが得られる。この反応はコーリーチャイコフスキー反応と呼ばれる。意味をアジリジンに変えることもできる。ありがとうございます。